ザ・サンドボックス、アルファー。今回遊ぶのは昨今噂になってる NFT ゲーム。NFT ゲームってなんぞ？わからん。おい。仮想通貨の技術をゲームに使ってるとかなんとか。プレイプーアーン、稼ぐために遊ぶーに、重きを置いたゲームが多いみたいです。遊ぶと仮想通貨もらえるみたいな感じか？詳しく知りたい人は、詳しく解説してる人の動画見たりしたりご自身でお調べくださいませー。こいつ説明を放り投げおった。なお、本動画は投資を勧めたり勧誘したりしませーん。素人の投資の勧誘とかは、違法なのであしからず。んじゃ、アバターが完成したので、サンドボックスの世界に、礼言っちゃおう。サンドボックスの世界は絶賛開発中ですが、たくさんの街があって、とりあえずよくわからないけど、うろうろして観光しましょ。お、なんか青いの取ったな。これは右に出てるクエストで、このボクセライトを40個拾えばクエストクリアでございます。なーるー。で、クエストクリアしてくとレベルが上がる感じでございます。おお、これ拾うだけで金もらえるんか？今やってるアルファ版はレベルが上がると、抽選チケットがもらえるみたい。なんだよ、空き缶拾った方が稼げそうだぜ。こらこら、日本だと賭博法とかの兼ね合いもあるし、いろいろ面倒なんだよ、多分。多分かよ、まあパチンコ屋も直接お金渡さず、景品交換所みたいなのあったりするもんな。一応アルファ版の報酬は別で用意してくれるみたいだよ。さよか。そんなわけで楽しく遊んでレベル上げしましょ。だな。この世界ちょっと細かいマインクラフトみたいなボクセルでできてて、結構いい感じ。無料で遊べるマインクラフトと思えば、お得感あるよな。お金出して丸オーデッセイやった方がきっと楽しいよ。ちゃんとした 3D アクションと比べてやるなよ。ごめんちゃい。あ、びっくりマークついたおじいちゃん発見。お、話できるのな。象徴的な場所を探せのクエストを受注。名所巡りー。弓矢の的みたいなマークに触れたら、一箇所目チェックつきましたー。なんかゴリラも踊ってるし、楽しさげな雰囲気の場所だな。お花とかも綺麗だし結構作り込みされてる世界ー。お、今度は地下行くのか。マップが広すぎて、ちょっと心が折れてきた。RPG ゲームみたいな雰囲気で、楽しそうだけどな。やってるのただのジョギングだし。お、恐竜閉じ込められとる。景色は悪くない、ジョギングして空き缶拾い頑張るぞー。主戦度の霊夢さん、お金のために走ります。空き缶ってかボクセライトだけど、これマップでどこにあるとか表示されないので、探すのかなり面倒多い。観光名所の方は弓矢の的みたいなアイコン出てるから、まだマシなんだけどなー。ちょっとした罰ゲーム気分であります。そして2箇所目の観光スポット発見。さっきの地下道が透けて見えるから落ちそうで怖えーな。残すは2箇所ちゃちゃっと済ませちゃいましょ。最初に走ってたところにあった。じいさんのクエスト受ける前で気づかんかったんだな。ザ、無駄足、安定のやらかしー。そもそも私別の NFT ゲームやろうと思って、準備してたらこのゲーム見つけただけなので、モチベーションは過去最高に低いかもー。でも文句言いつつこれでミッションはクリアだぜ。あとはボクセライト4つ見つければここはクリアだし頑張りますです。金のためにいい。やるぞー、金のためにだー、もうなんでこんなところにあるんだよー。地味にわかりにくいなこれ。よーし、ラスト1個じゃー。これにてミッションコンプリート。んじゃ、レベル上げのため他のマップ行ってみましょ。新たな空き缶拾いが始まる。こちらのポータルハブのマップは広くないので3分ほどでボクセライト25個の回収をクリアー。サクッと見つかれば丸をでコイン集めるみたいで楽しいよな。丸をやればもっと楽しいよ。それを言ったらおしまいだろ。あ、まだここは入れないみたい。まあまだアルファ版だし未開放っぽいな。探したら入れるところ見つけたので行ってみましょ。さあここではどんなミッションが始まるのかな。安定の空き缶拾い。25個、拾います。お金を稼ぐのは大変とぉ。華麗に空き缶ゲット。てぎゃあ。この世界落ちると死に戻りするのな。びっくりしたよ、危ないところには柵つけといてよ。そして着実に空き缶拾いしてたら、びっくりマークのソルジャーからクエストを受注。目の前の障害物を乗り越えて、フィニッシュラインまで行けってよ。ふふ、空き缶拾いで鍛えた私の華麗なジャンプに驚くがいい。あ、華麗なる落下。いやいや今のはただのウォーミングアップ、肩鳴らしってやつですよ。
肩慣らしで上空から落下するやつがおるか、初めて見たわ。今からマジ本気出しますんで、慎重に行けよ。あいよ。そうおい、からのおお、階段よじよじ。結構な高さだな、おっかねえぜ。ひぃ、高いぃ、でも行かねば。そうおい、成功。もう一つそうおい、命がけの空き缶広い。景色は綺麗だけど高くて怖い。お、他の人もチャレンジしてるな。地味に邪魔。あ、落下なさった。お達者でー。よし、華麗に成功。さっきの人前にいるな、ギリセーフゾーンに落ちたのか。なかなか複雑な地形をしております。簡単そうに見えて結構難しいぞこれ。あ、また一人犠牲者が。私は慎重に一歩ずつ。てうひー。慎重にやっても落ちかけてるじゃねえか。ミスったらやり直しになると思うと、結構なプレッシャーでございます。どやあ、そやあ。でもまだまだ中盤か、先が長えな。安西先生、楽してお金が欲しいです。お金を稼ぐのは大変なのじゃ。ふむふむ、あと階段2回くらい登ればクリアか、あともう少し頑張らねば、金のためにいい。金のためにいい。ここは段差があるな、助走をつけてー、そやー、からの、スタート着地。またやり直さねば、安西先生、楽してお金が欲しいです。4回目のチャレンジ。ゴール目前で目の前の人が落ちる。なーむ。よし、もうゴールだ、落ち着いていけよ。よっしゃー、チャレンジ成功ー。おお、ちゃんとクエストクリアになったな。こうして白霊霊夢は仮想通貨で大儲けして、ドバイで悠々自適な富豪生活を手に入れたのだった。嘘つくなよ、てかまだレベル1のままだぞ。夕日、綺麗。現実逃避。は、空き缶拾いなんてやってられっかよー。こうして彼女は非行少女となった。街に繰り出しては踊り狂う。そんな日々の繰り返し。やっぱー、記者会見に乱入だー。世界のみんなー、オラに現金を分けてくれー。そこに自分で稼ぐという選択肢はなくなっていた。だってセレブの家には札束風呂だってあるんだよ。よそ様の家の風呂場に入ってんじゃねえよ。これをパクれば。こらこら。飛行に走りながらも最後の一線は越えず、DJ ごっこなどをしております。充実の日々。ストレスが溜まると、住民の虐殺とかもしちゃうぞー。重くそ悪の道に染まってるじゃねえか。この国の皇帝が失われた肖像画を探せとか言ってきて、なかなか見つからなくてやっちゃった。やっぱ思うじゃん、自分の部下にやらせろよって。こらこら、クリアするのにかなり時間かかっちゃったよ。理不尽なクソゲーをやらせるなぁ。ラスボスをこっそりため技で瞬殺した様子。今度はセレブのパーティーに潜入。会話が英語なのが辛い。ってほとんど読み飛ばしてんじゃねえか。しかもこれ4択で質問の内容自体が難しい。お金を稼ぐのは大変なのじゃ。質問の数が多すぎなんじゃ。早送り案件。なんとかドアを開けてその後も全ての事件を解決。また見つけちゃったよ札束風呂。なぜセレブは札束を風呂に入れるのだろう。サウナみたいなのもあるし羨ましい。私も洋画買いたいです。頑張って稼ぎなさい。そういえば指輪を探せってクエストで全然見つからなくてイライラしてたらゴミ箱にあった。セレブムカついたからって無言で殴るな。はぁめぇ、はぁめぇ、はぁー、どいさぁー、こらこら。いえいえ、札束ベッドだー。ほぉー。セレブの家の札束巻かれたベッドで、バカ踊り。セレブさん、私にお金をください。おい。
こちらは海外の大ヒットドラマ、ウォーキングデッドに出演されてるリックさん。ヒロインの未章を探してくれってよ。恩を売ってお金をもらおう。こらこら、でもゾンビはびこる資源の少ない世界って設定にもかかわらず、相棒のダリルが新シーズンになるたびに太ってくし、俳優さんはめっちゃ金持ってそうだよな。このドラマ見たけど最初面白いよねー。新シーズンは？お察し。だあ、ミション見つからねえ。だからといってゾンビのど真ん中で踊るんじゃねえよ。途方に暮れながらマップ端を走ってたら地下を発見。わかりにくー。入り口もこんなんだしマジわからんかった。無事ミションを発見、クエストクリアだあ。どやあ。うっざあ。まあこんな感じのザ・サンドボックスでしたがいかがだったでしょうか？面白いかは別として空き缶拾いして観光するだけでも、それなりに遊べたな。クラブでダンスするだけでも楽しいよ。隣のやつおもろかわいいな。こういったアバターやオブジェを自分で作れるツールも無料で配布されてるので、それらを売ってお金稼いだりもできるみたいだよ。なお、手数料はかかる様子。ではボスゴリラとバトルしながら今回はここまで。面白かった続きが見たいと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。 NFT ゲームは仮想通貨のこととか多少知ってないと始めにくいけど今後の発展が楽しみだぜ。今なら NFT 黎明期ワンチャンお金持ちになれるかも。 NFT ゲームは仮想通貨のこととか多少知ってないと始めにくいけど今後の発展が楽しみだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。